牛乳を買いに行こう。名前を入力。はい。お店へと向かう道中、私は人と話す練習をしている。外に出るのが久しぶりすぎて、普通の人がお店に入ってからどう話すものなのか忘れてしまっていた。私は今お店に向かっているところ。あんた誰と話してるの？自分が何かのゲームのキャラクターだったらって考えてみてるの。そうすることで自分の考えが整理されるかもしれないから。ゲームって？そうだな、キャラクターの考えていることがわかるゲームってあるでしょ？ちょうど画面上に文字として表示されるようなやつ、わかるかな？だからもし誰かが私の頭の中を覗いているなら、余計なことを考えすぎないように気をつけないとって思って。深く息をつく。すみません、ダメだ、なんて言うんだっけ。予行演習19回目、また失敗。イライラして唇を噛む。よし、もう一回。すみません、あれが欲しくて、おお、あとちょっと。ありがとう、かなり頑張ってやってるんだけどね。でも今回は巣の音がいつもより高く聞こえたような。こういうこと？どれ？すみません、こんなみっともない喋り方してたんだ。もう喋らない方がいいのかもね。気にしなくていいって。そういえばこの1分間ずっと左足はアスファルト、右足は芝生の上を歩いてるけど。え？右足は空でピタリと凍りつき、行き場を失った。どれくらい？アスファルトの上を50歩、芝生を51歩かな。さっきの一歩はやり直しておいた方がいいんじゃない？ニヤニヤ。どういうこと？今日が初めてじゃないよ。前にもやり方教えたよね。いい加減にしてよ。覚えてないって。今にも声を上げて泣き出しそうになる。じゃあ最初から行くよ。そうね。初めの一歩は一つ下がって自分の足跡のところに正確に足を踏み入れる。待って待って、初めに一歩って何？一歩進めってこと？は？つまり一歩進んでこれで52歩目ってことね。でも待って、前に一歩とは限らない。逆に下がると考えれば50歩目？もう全然意味わかんない。わかったから。言い方が悪かったね。50歩目、一つ下がって自分の足跡のところに正確に足を踏み入れる。ねえ、少しはわかりやすく言い換えるものじゃない？一言一句変えずに繰り返すだけなんて、普通の人はそんな風には喋らないよ。あんた本当にどうしようもないね。そんな私が悪いみたいな言い方。ほら、あと1時間でお店閉まっちゃう。牛乳買えなかったら本当シャレにならないよ。うわ、本当だ。さあ早く行くよ。うん。青々とした草むらをじっと見つめながら慎重に足の位置を戻す。お店に入って
一番最初に目に入った人に声をかけてみる。すみません、これは人なのかな。おう、おうって言ってるの。すみません、何ですか。おう、すみません、何ですか。おう、だんだん声が大きくなってるのかな。すみません、何ですか。おう、すみません、何ですか。おう、まあ、ループだな。しかもだんだん声のトーンが。すみません、何ですか。おう、ねえ、やめといた方がいいんじゃない。この人どう考えても折れてくれなさそうだし、無限ループになるだけだよ。すみません、何ですか。おう、すみません、何ですか。おう、すみません、何ですか。おう、わあ、めっちゃ大きな声だな。すみません、何ですか。おう、すみません、何ですか。今度はちっちゃい。おう、何ですか。おう、何を伝えようとしてるんだろう。怖がらせようとしてるんじゃないかな。でもどうして私が王の文字が怖いことを知ってるんだろう。何がそんなに怖いの。その文字を想像した途端にすごく怖いイメージが思い浮かぶの。今から見せるね。うわ、これは怖いかも。なんか怖いな、確かに。こんな感じ。だから何を言われても余計なことを考えないように聞こえないふりをしてるんだ。何ですか。おう、何ですか。おう、何ですか。おう、でっかい声だぞ。何ですか。おう、拳をぎゅっと握りしめて覚悟を決める。おう、おう、私と話していたものは震えながら這うように逃げていった。這うように。人じゃないの。言ってたことをそのまま真似しただけじゃ。でもうまくいった。いつもそれくらい頑張ってよね。ちょっと待って、這うようにって言ったけど、でもあれ本当に這ってた。というか本当はそっちの方を見てなかったんだよね。本当にそんなこと言ってた。今さっき言ったじゃない。私は聞こえなかったけど。話そらさないでってば。私の言ったことが画面に表示されたはずなんだけど。いや、言ってました、言ってました。陳列棚の前に立つ。棚にはビニール袋に詰められた牛乳が並んでいる。私たち二人はまっすぐ立っている。でも牛乳は横たわってる。でいい？それとも、ちょっと一旦落ち着こう。ここに何しに来たのか覚えてる？牛乳を買いに来た。そう、じゃあ買おう。ここで？その質問にどういう答えを想定してるの？ここじゃないとか言われると思ったかな。ここじゃないね。牛乳の袋を持ってレジに持っていこう。一言目なんて言うか当てちゃったね。でも今君はわざとここじゃないって言ってから間を置かずに次のことも言ったよね。なんて言うのか、さっきみたいに予想する間がなかった。また当てたかったのに。そうやって私のささやかな幸せすら奪うつもり？ため息をついてから牛乳を掴んで取る。正確には牛乳が中に入った袋を。もっと正確には袋の中の牛乳が中に入った袋を。
もっと正確には、牛乳が中に入った袋の中の牛乳が中に入った袋を。もっと正確には、袋の中の牛乳が中に入った袋の中の牛乳が中に入った袋を。もっと正確には、うわー、これはもうキリがないんじゃないかな。とことんなんじゃないかな、これ。早くレジに行け。閉店まであと15分。急がないと。こういうゲーム、なんていうのか思い出した。ビジュアルノベルだ。そういえば、15みたいに、さっきから数字は全部漢字で表記してるよね。15じゃなくて、いちいち漢字で書かなきゃいけないって、ビジュアルノベルって、もしかして不便？でも、数字が大きいときは漢字の方が読みやすそうだよね。ちょっと待って。こっちのセリフも文字として見えてるの？今はもう見えてるから、言葉遣いには気をつけてね。古本。とにかく聞いて。急がないと、このまま家に帰ることになってもしょうがないでしょ？もう走ってるって。あ、すみません。牛乳をください。わあ、これまた、目が今度ははっきりわかるから、人なんだろうか。もうあなた持ってる。ああ、ください。私はレジにずっしりと重たい袋を置く。もちろん袋だけじゃなくて、牛乳も一緒に。返してもらってもいいですか？ダメ。お願いします。ダメダメ。本当にお願いなんです。牛乳を買わないで帰ったら、ママに窓から捨てられちゃう。ダメ。なんで、どうして？もっとください。でも、他には何も持ってないですよ。ねえ。何ですか？嫌われてる哀れだ。お会計は？ほんと、君がいないと私、どうしようもないね。ポケットからくしゃくしゃになったお金を取り出して、レジの人に渡す。彼はそれを、まじまじと見つめている。まじまじとないか。そのまま二日ほどが過ぎたところで、彼は満足げにうなずいて、レジにお金を入れた。二日もかかったの？ありがとう。閉店まで15分じゃなかったのか？あれ？いつもの道を歩いている。この道の先にはガソリンスタンドがある。手に伝わってくる牛乳の袋の不快な重さ。治療を受けた時のあのいつもの嫌な感じを思い出す。ああ、そうだ。さっきレジ袋をもらったから別の袋の中に入った牛乳の袋を持ってることになるね。そんな変な顔しないでよ。入れ子になってる分が好きなだけなんだ。ガソリンスタンドが近づいてくる。気分はどう？お気遣いありがとう。そうね。1マイルのアイスクリームになった気分かな。どういうこと？今言った通りだよ。気になるから詳しく教えてよ。ほら見て、待機中で私が占めている体積のうち、水と牛乳の比率がだいたい30対1くらいでしょ？確かに美味しいアイスクリームではないね。美味しいアイスクリームではないね。食べ物じゃなくて飲み物として考えるなら別だけど。つまり、お店からガソリンスタンドまでの道がアイスの棒で、ガソリンスタンドから家までの道がアイスってこと。今日のお使いで歩いた道全部が私の体になるの。簡単な算数だね。そうだね。足元では様々なものがうごめいている。アスファルトの粒、ガソリンのシミ。懸命にバランスを取りながら歩く。普通の人は
都会のビル群みたいにデコボコなこの道をどうやって歩いているのだろう。慎重にかかと、靴下を意識して、歩いてきた道のりを1メートルずつ数えていく。目を閉じて集中する。前、前見て。え？さっと横に一歩、無意識に踏み出していた。瞬間、巨大な熊が毛を荒々しく波立たせながら私の目の前を横切った。ちょっと、私が歩いているのが見えないの？通り過ぎていくその巨大な何かをよろめきながら覗き込む。その赤い目は嘲笑うようにこちらを覗き返してくる。今の見た？ズーズーしいにも程がある。トラックだよあれ。え、本当？確かによく考えてみたら頭の後ろ側に目があるクマっているのかな。死んでたかもしれないんだよ。まさか牛乳の袋を持っているだけの幼げな少女を誰かが本気で殺そうとすると思う？世界ってのは残忍で物騒なものなんだよ。私は君の言うような世界にはいないんだよ。帰り道は続く。考えてみると、店からの道には面白い性質がある。変わった方法で私に合わせてくれているのだ。急いでいるときは信号は気を利かせて全部消えてくれる。泣きたくなったら雨雲が現れて涙を隠すかのように雨を降らせてくれる。ちょうど今も私の頭上には少しずつ雲が集まってきているようだ。悲しい。それ本当に起こってることだと思ってるの？それ以外に何だっていうの？全部自分の頭の中だけの妄想だって考えたことはないの？薬の説明書にはそんなこと書いてなかったよ。やっぱりこの薬も私には効かないんだ。薬は関係ない。やめて、お願い。家に帰って寝たいだけなんだよ。君には本当に本当に感謝してる。でもお願い、もうこれ以上は。かな。あのね。何？私はビジュアルノベルのキャラクターだから、今これを読んでいる人なら誰でもいいから話がしたいの。そうだね。両手で頭を抱え、思考をブロックに切り分けて整理する。視界の端に小さなベンチがあることに気づく。陳腐なビジュアルノベルのモノローグをするにはもってこいの場所だ。近づいてひどく重たい牛乳の袋を近くに置き、空を見上げる。聞いて。改まるとちょっと照れるね。自分がおかしくなって言ってるのは自分でもわかってる。日に日に薬も効かなくなってる。だから最後には何もかもが痛みなく済めばいい。そう願ってる。私が言ってることわかってくれる？ああ、返事がいるのか。どうしよう。とりあえず同調した方がいいかな。あ、本当に？私って普通のゲームの主人公っぽくはないんでしょ？本当はビジュアルノベルなんて大して読んだことないんだ。時々そういうものを読んでこなかったことを後悔する。文字や単語を認識するだけのことに今でもすごく疲れるから。
君さえ良ければだけど、私の病気のことについてはあまり話したくないんだ。君だけには色眼鏡なしにありのままの私を見てほしい。君は私が作ったんだけど、それでも私から君を奪わないでね。だからあまり深く聞かないで。バカみたいだよね。一番最初から君は私についてきて、私の妄想じみた頭の中を読んで、私のみっともないやりとりを聞いて。多分君は私のことを頭のおかしな変な人だと思ってるんだろうね。私の目で世界を見てみてどんな感じ？あれ以来、あれがあってからさ、何もかもが赤色にしか見えないんだ。世界が赤色にしか見えない出来事。あんまり良くないイメージしか浮かんでこないな。あ、心配はいらないよ。もうとっくに慣れちゃったから。正直、もう他の色がどんな風に見えてたのか覚えてないんだ。もういいんだ。お店でいろんな化け物と会ってきたけど、実は全然怖くなかったんだ。私を傷つけようとはしてこないって分かってるから。時々むしろ怖がってるのは向こう側なんだろうなって思う。想像できる？分かんないかな。あれについて何があったのとは聞かないでね。約束できる？知りたいけど、なんとなくのなんか相当ショッキングなこと、赤いショッキングなことだから、いろいろまあ想像はできるけど、話してくれるまでは待つかな。本当に？約束できる？本当に？ああ、繰り返しなのか、はいじゃダメなのかな。多分ぐらいにしとくかな。あれ、怒られちゃった。ふざけないでよ。まあ聞かないわけないよね。結局はただの独り言なんだけど、どっちにしろいつかはこのことについて話してただろうし。それで私に何があったのか本当に気になってるの？なんだろう。そんなに時間はかからないよ。何が見える？赤。本当に？まあそれはともかく、これは私のパパだったもの。パパだったもの？少なくとも部分的には。部分的には。うちはいろいろと本当にややこしい家庭だった。家族だったかな。でも問題だらけとはいえ、どうしてあんなことに。ごめん、大きい声出しちゃって。パパは俗に言う投身自殺だった。これが私の最後の記憶。そこからは長い長い記憶の空白があるだけ。ああ、それでパパの一部だったものっていう表現なのか。見ちゃったのか。相当ショックだろうな。不思議。とても不思議。今日は初めて何事もなくお店で買い物ができた。もちろんお薬のおかげでもある。だけど、それよりもずっと君がいてくれたおかげだと思う。ずっとプレイヤーの前でヘマはできないとか、ああ、あの人はどう思うんだろうとか考えてたんだ。なんでかわからないけど、今日はお店に行くのにビジュアルノベルのキャラクターになりきろうとふと思ったんだ。それが七夕だったみたい。ありがとう。
ところで、さっきからここに枠が表示されてると思うんだけど、こっちの方が好きなんだよね。最近はとても悲しい気分になることが多いの。自分の人生って何なのか、そんなことばかり考えている。パパのあの一件以来。まあわかるよね。どうせ来る日も来る日も同じことの繰り返し。お薬はいくつも試しすぎて、もう何も違いがわからない。まあお薬でなんとかなっているうちは、私は幸せかな。でもあのね、君がいてくれたから今日は特別な日になったんだ。他遮ったぞ。これ多分私だよね。え、なんで遮ったのかな。申し訳ないんだけど、無理にとは言わないし、ただのアドバイスなんだけどさ、家に帰ろうよ。そうだね。じゃあプレイヤーさん、行こうか。え、話聞いてあげた方が良かったんじゃないのかな。なんかもしかしたら家に帰りたくないとかあるのかもしれないし。あ、どうなんだろうな、ああいう時って。自分の家の階で泊まって柵にぶら下がる。これを毎日儀式みたいに繰り返していたら、高所恐怖症を克服できた。数分前についに薬が切れたので、至福のような静寂の時間を味わっているところだ。薬が効いている間はとても不快なメロディーが頭の中に鳴り響く。周りの音と混ざって、それはもうひどい不協和音になる。振り返って自分の家に向かって歩き出す。びっくりした。誰だろう。牛乳は買えた？あ、ママ、お母さんなの？牛乳は？はい、ママ。新しいお薬は効いた？はい、ママ。寝ろ。はい、ママ。母親のなんか精神的な支配みたいなもの、支配下にあるのかな。なんか本人も言ってたけど、本当に複雑な家族だったみたい。お父さんがなんで亡くなったのかとか、そういうこともちょっと背景がわからないので、なんとも想像はできないんですけど、あそこで私は彼女の話を遮らずに話を聞いてあげた方が良かったような気がするんですけど、どうなんでしょうかね。ちょっとよくわからないですが、まあ感想はこの辺にして、これで終わりにしようと思います。ご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。それでは失礼いたします。